国際交通安全学会というのはその名前の通りですね、交通安全にまつわるさまざまな問題をですね、国際的な視野から捉えていこうということで、さまざまな分野の人が集まっていろんな議論をしている、そういう学術団体で、研究調査を行う、それからシンポジウムを開催する、その他学術雑誌を刊行するといったさまざまな活動をしております。先ほど申し上げましたように、この学会ですね、さまざまな分野の人が集まって学際的な研究を行うということを旨としているわけですね。他方、今回の大震災というのはいろんな問題、複雑な問題かつ多様な問題、そして長期にわたる問題を抱えているわけで、そうした問題に対してですね、一つ一つの専門分野で対応するということはなかなか難しい、といったときにですね、この学会のこれまでの蓄積をですね、生かせるんじゃないかということで、こういうプロジェクトを始めたということです。今回の大震災の非常に大きな特徴はですね、これまで考えもしなかったようなですね、さまざまな被害が発生したということですね。特に土木的な対応の限界というようなものが現れてきたわけですけれども、そうしたことに対してですね、またさらに土木的な対応するというのではもはや限界があるというふうなことからですね、いかにこうした災害から社会がそのソフトに対応していく能力を形成することができるのか、これを私たちはレジリエンスという言葉を使って表現しているわけですけれども、そういうレジリエンスの高い社会ですね、とりわけ交通も含めた社会をどうやって築いていくのか、こんなことをみんなで考えたいというふうに思っています。都市部ではですね、特に地方都市の人口減少とか高齢化っていう問題があるわけですけれども、こうした問題も考えながらですね、都市の復興ということを考えていくとするとですね、やはり一つの方向性としてはコンパクトな街づくりを進めていくと、そして地域コミュニティを再生する、こういったところが一番大事なテーマだと思いますね。それから農村部はこれはもう言うまでもなく、農林水産業、これをですね、どうやって再建していくかですね、これまでもいろんな問題があったわけですけれども、とりわけその東北の海岸部ではですね、この漁村、漁業、こういうものをどうやって再建していくか、非常に大きな課題だと思いますね。私はですね、人間と自然がどうやってうまく付き合っていくかということを長年研究対象としてきたわけですけれども、改めて今回の大震災とその驚異的な被害、こういうものを目の当たりにしてですね、改めてやはり日本の自然というのは恵みでもあり同時に脅威でもあるんだと、そういう自然というものとどういうふうに付き合っていくかですね、もう一度考え直さなければいけないんじゃないかと、そんなふうに思っています。私海外で今度の大震災に関わるいろんな報道を見聞きするんですけれども、必ずしも日本の実態が正しく伝わっていないといった問題があります。ですからこの日本のですね、情報を正しく海外に発信していく、こういうことも大事ですし、逆にですね、国際社会からのいろんな声というのをですね、日本に伝えていく、これも重要だというふうに思っています。そういう意味で国際的な情報の発信交流はとても大事なテーマだと思います。また私思うんですけれども、よく今度の大震災をですね、これまでの日本のいろんな震災と比較しながら論じる方多いんですけれども、実は千年に一度というふうに言われていますけれども、ごく最近スマトラ沖の大地震がありまして、その結果として津波が発生したわけですけれども、それも実はものすごく大規模な災害をもたらしているわけですね。そういうものとむしろ比較することによって、新しい発想が生まれたり、あるいは日本の体験が海外にですね
まあ、いわば教訓として伝えていくというようなことができたり、まあ、そういう意味での国際交流っていうのも十分可能じゃないかと思ってまして、まあ、そういう点もよく考えていきたいというふうに思っています。私何度かこの被災地をですね見る機会がありまして、その見た結果として思うことはですね、被災地っていうのは実に多様な被災状況であるということですね。自然的にも社会的にも様相が大きく異なる、そうした多様性を持つ地域の被災状況、それからその復興過程、これを考えますと何か自分の研究者の立場としての考えをですね地域に当てはめていくっていう、こういうふうに考えるのは少し無理があると思うんですね。むしろそうではなくて、研究者が地域に入り込んで地域の人たちと一緒にですねその地域の自然的社会的な特性に合うような復興の在り方について考え、そして提言していく、これが私は本来の研究者としてですねこの復興支援に取り組む基本的な姿勢なんじゃないかな、そんなふうに考えています。